皆さんこんにちは、マカロニえんぴつです。8月30日にセカンドアルバム大人の涙がリリースされました。ありがとうございます。もう聴いていただけているでしょうか。今日はこの中からリリースに関して質問が届いております。真似できる振り付け、振り、これもあれしかないんですよ。あれネクタリンという楽曲が、そうね、これ天才テレビキッズたちが提供して歌ってもらった、それに可愛い踊りがついてるね、YouTube とかでも、見れるんですよ、可愛い踊りを僕らのセルフカバーを、一緒に歌いながら、一緒に踊ってもらえたらライブでもいいんですよ。ライブでも踊ったら隣の人邪魔か。まあなんか家でね、歌いながら踊ったりとかしてもらったら嬉しいんじゃないでしょうか。嬉しいんじゃないでしょうか。楽しいんじゃないでしょうか。はい、はい、そして9月からツアーが始まりますねということで、はい、その意気込み、これマリーナツアー初めての規模感ですから、大きい会場で全国で回るということで、はい、気合もひとしおです。そして何よりもう声出しが OK になってるので、そうだね、散々ね、この声出せないというライブで苦い思いをしてきましたが、大きい会場でみんなでわーっと歌いながら一緒に楽しめたなと思います。ぜひ遊びに来てください。お願いします。そしてまだまだ質問、カラオケに関してですね、はい、皆さんのカラオケのお箱、よく歌う曲、理由とともに教えてください。はい、何かありますか。中学の体育祭で、学校ですごい歌った、はい、ゆずの栄光の架け橋、いい曲だ、名曲だ、あの時思います。はい、僕はね、平井堅さんの瞳を閉じてですね、これはお酒とか飲んでいい気持ちになった時につい歌いたくなる。確かに、そう、高音が難しそうだけど、出る時もそう、お酒出るとね、お酒飲むと勢いでね、私はですね、何でしょうかね、あれですよ、はい、あれですよ。あれですか。あれね、 X の、はい、XJAPAN かな、うん、フォーエバーラブです。おお、いいですね。うん、キーを落として歌います。そうかい、あんなに高いのは出ないですよ。そうです、気持ちいいです。はい、僕は、アニメタルメドレーですかね。アニメタルっていうのは、昔の往年のアニメソングのメタルアレンジしたやつ、メドレーがあるんですよ。それ僕、兄弟とよく一緒に歌ってついにね、そのテラの機能高そうだな。なるほど、そんな感じですね。気になる曲だね、ぜひ。はい、そしてカラオケで歌ってもらえたら嬉しいマカロニえんぴつの曲、おお、自分ね、新しいアルバムの中の1曲目ですよ、悲しみはバスに乗ってというこの曲、はい、いい曲ですから、歌詞を噛み締めながらですね、サビをバッと歌ってもらえると、はい、気持ちいいんじゃないでしょうか、そして我々も嬉しいです。はい、流行らせてください。お願いします。お願いします。はい、以上マカロニえんぴつがお邪魔しました。ありがとう。バイ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 。